皆さんこんにちは、エブチャンネル。今回はヤマハのファゴットについて紹介してみます。はい、エビサラです。ということで今回はヤマハのファゴットについて紹介してみたいと思います。で、コメント欄に最近結構書いてくれる方が多くて非常に嬉しいです。ありがとうございます。で、今回はそのコメントに答える形で、ヤマハのファゴットについて紹介するんですけれども、今回は先日ね、書いていただいたレイチェルさんの高校に入ったら楽器を購入しようと思っています。ヤマハも候補にあるので、ぜひご自身の楽器を紹介してほしいですというこの質問に答えてみたいと思います。で、このようにこれから質問にも一つ一つ随時答えていきたいなと思っているので、よかったらコメント欄に質問など書いてみてください。答えられるものから答えていきます。で、このようにエビチャンネル、ファゴットを中心にクラシック音楽様々なことについて語っていきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ですので、ファゴット以外のことについて、吹奏楽について、オーケストラについて、クラシック音楽についてなどなど質問何でも受け付けますので、よかったらぜひ書いてみてください。さあ、それではこのヤマハのファゴットなんですけど、僕は高校生で最初に楽器を買ってもらったのがヤマハで、未だに使っているのもヤマハです。ですので、もうヤマハを使っているのは、かれこれ20年ぐらいになりますかね。ファゴットやってる年数とほぼ一緒なので20年以上ヤマハを使っていることになります。で、このヤマハの良さっていうのは何があるかなって考えた時に、まずやっぱり第一番にコスパの良さです。で、今はねちょっと高くなってしまって、値段を見たら高くなってたのは知ってたんですけど、改めて値段を見てみると、811と812という2つのタイプがあるんですが、210万円かっこ税抜きがメーカー希望小売価格ということで、かなり高くなりましたね。僕が買った頃は150万円だったので60万円高くなってます。まあ20年前に比べたらそれはインフレも起きてるんでしょうけれども、まあヘッケルに比べたら全然インフレは起こってないです。で、実際210万円の今のこの定価にしてもヤマハのコスパは非常にいいと思います。で、結構高い楽器でも意外とすぐ壊れたりだとか、すぐ壊れるとな何かっていうと、例えば音大生とかこう専門でやってる人が 2,3 年使って結構キーが壊れてきちゃったりだとか、その根本的にメンテナンスしないといけないみたいなことがあったりもするんですけれども、ヤマハはそれがかなり少ないです。もうヤマハに関してはとにかく丈夫です。もうキーとかも丈夫だし、やっぱりその部品とかもしっかりと作られているので、しかも規格がみんな一緒なので、何かダメなところが、例えば楽器ぶつけちゃったっていう時はもちろんあると思うんですよ。アクシデントってのは常にあるかもしれないので、で、そういった時に例えばキーが曲がっちゃったよって言った時に、メーカーによってはそのキーもうないんだよねっていう場合だってあるわけですよ。だけどヤマハっていうのはそれがないですね。だから特に安いメーカーとの違いっていうのはそこですね。安いメーカーだと、じゃあ同じこれをつけましょうって言っても、その部品の作りが甘くて、で、今までとは違うような部品になってしまってうまくマッチしないとかっていうのもあるらしいです。だけどヤマハに関してはそういったところは心配がないかなと。で、もう一つはやっぱり日本で買う人にとっては地元の企業なので、最悪ヤマハの浜松の工場にオーバーホール出したとしても日本国内ですから安心です。その点ではかなり日本に住んでればより安心かなと思います。僕はウィーンとアメリカにもちょっといましたけど、やっぱ海外にいるとそこまでこうメリットがあるかっていうと、他のメーカーとまあ同じような感じになりますけど、ただそのヤマハっていうのは他のメーカーに比べても調整が狂いにくかったりだとかっていうのもあるので、その点では良かったなと思うんですけれども、やっぱり日本に住んでいるとヤマハを持ってればもう最悪大きな事故が起こっても浜松に送ればなんとかしてもらえるんじゃないかとかっていうのもありますので、そういうメンテナンスの部分でも非常にヤマハはおすすめです。そういったこうメンテナンスも含めて、やっぱり定価と楽器のクオリティっていうのが非常にマッチした楽器だと思いますね。というか、このメーカー希望小売価格とクオリティを比べた時に断然クオリティの方が高いです。これがヤマハです。で、これはやっぱり日本のメーカーなので輸入しなくていいっていうのもあると思うんですけど、実際ヨーロッパで買ってると
そんな高い値段で買うんだヨーロッパってってあっちにいた時思ってたので、その点は日本人として恩恵を被ってるかなと思います。だからそれだけこの値段で買えるにしては非常にレベルの高い楽器なので、非常に僕はヤマハを勧めています。でヤマハのタイプっていうのは811と812という2つのタイプがあります。でこの2つのタイプ何が違うかっていうと、811はちょっと管が細めで、812は太めです。でこれはもう完全に好みの問題です。ただ気をつけなきゃいけないところっていうのは一つあって、僕なんかもそうなんですけど、手が小さい人は特に気をつけてください。手が小さい人は812の場合届きづらい指があるかもしれません。僕なんかもう結構ギリギリなので、小指のフィスとかが結構ギリギリなので、そこら辺の指を多用すると結構ここら辺つりそうになったりとかするので、その点は太感はちょっと気をつけなければいけないところです。手が大きい人は全然どちらでも好みの問題なので、お好きな方を使っていただければと思うんですけど、手の小さい人は太感がいいなと思ってもちゃんと指が届くかどうかを確認してみた方がいいと思います。で吹奏感に関しても違うし、それから音に関してもやっぱり出る音は違いますので、太管の方がやっぱり太めな音でこう、割とダークな感じですかね。といっても他の楽器に比べるとヤマハっていうのはどちらかというと明るめの音がしますけれども、太くどっしりとしたような音っていうのはどちらかというと太管の方がやはり出やすい。で細管の方はどうかっていうと、割と機動力があって反応もいいし、割とツヤのあるような音が出やすいのかなと思うんですが、でもかといってじゃあ細管だから音がちっちゃいのかっていうと、そんなこともなくて、別に楽器をしっかり鳴らせばしっかり通る音は出ますので、そこは気にしなくていいと思います。この値段が一緒っていうのを見ても分かる通り、クオリティの差っていうのはないです。どっちの方が音が大きい小さいとか、どっちの方が音の鳴りがいい悪いとかっていうのは実はなくて、これは完全に好みの問題です。で、その自分の吹き方に合った方を選べばいいかなと思います。ですので、必ずヤマハを買うときに811と812はどちらも吹き比べてみるのをお勧めします。でないと、後になって、僕なんかはそうだったんですけど、最初初心者で先生に言われるままに811を買って吹いてて、それもいい楽器で未だにセカンド楽器として使ってますけど、その後812を吹く機会があって、そしたら、いや、全然812のがいいわと思って812に変わったので、ある程度今楽器をやっていてそろそろ楽器買いたいなっていう人は、一度楽器屋さんで811と812両方吹いてみて比べてみるのがいいと思います。でできればこれもヤマハのねいいところだったんです。最近なかなか難しいそうなんですが、なるべくなら2本ぐらい吹き比べたいですよね。ところが最近ヤマハってすごく売れてるから、すぐもう店に入ったらすぐ売れちゃうらしいので、なかなか在庫が2本以上あるところっていうのは少ないらしいんですよ。で最近このコロナ禍でやっぱり売れ行きがねあんまり良くないというのは、逆に僕ら消費者からするといいところがあって、この前も生徒さんの楽器選びについて行ったんですけれども、ヤマハの811が2本あったんですよ。でこの2本を比べてどっちがいいかっていうのを実際に僕も吹いてみて選んだんですけれども、やっぱりヤマハっていうのは個体差はかなり少ないメーカーです。本当にそこら辺はしっかりした日本らしいといえば日本らしいんですけれども、ただとは言っても個体差はあります。実際にこの前吹いた2本もだいぶ違いました。でだいぶ違うって言っても、そんなにこうこっちのが明らかに良くてこっちのが明らかに悪いっていうようなんじゃなくて、本当に好みの問題なんですけれども、その好みの差が出るぐらいの個体差っていうのはありますので、もし同じタイプで2本ある場合にはぜひ吹き比べたらいいんじゃないかなと思います。そしてこれはいいところでもあり悪いところでもあり、それもその人の考えによるんですけれども、癖がないっていうのがあるんですよね。でヤマハってのはあまり癖がない楽器です。例えば音程の癖もあまりないです。楽器によってはすごくこの音が高いとかこの音が低いとかっていう癖があるメーカーもあるんですけども、ヤマハに関してはそこら辺はもう波音階で一番均一に作っているのが特徴です。もちろんそのファゴットっていうのはもともと音程が悪い楽器ですから、例えば下の方のフィスが音程が上がらないとか
逆にテノール音域のフィスが音程なかなか下がんないよとかっていろいろあると思うんですけれども、だけどそれでもヤマハっていうのは他のメーカーに比べれば一番音程が癖がなく均一に出る楽器です。で、癖がないっていうのは音に関してもそうで、音色もヤマハの音があるかっていうとヤマハの音ってあんまりないんですよね。で、これは実際にファゴット設計の、トップをやってる方にもお聞きしたんですけれども、そのヤマハのファゴット部門のトップの人も、いや、ヤマハの音ってなくないみたいなことを言ってるんですよね。で、実際にヤマハの演奏者ってたくさんいるんですけれども、811を使ってる人はヤマハのこのホームページ見てると、ウィーン交響楽団のリハルト・ガラが使ってるそうで、まあ、ガラがヤマハ吹きっていうのは有名ですよね。で、ガラの生徒で今ウィーン放送交響楽団の首席ファゴットやってるザイデルって人もヤマハ使ってるし、で、これヤマハのホームページにミハイル・ツォットルさんが812を使ってますよっていうふうに載ってるんですけど、これちょっと間違ってますね。ウィーン国立歌劇場管弦楽団ソロ奏者って書いてありますけど、正確にはウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団の首席奏者ですね。なのでここは直した方がいいかなと思います。まあ、一番ヤマハの楽器がプロが使う楽器としていいんだよっていうのを世界に知らしめた人は、なんといってもベルリンフィルの首席ファゴットをやっているダニエル・ダミアーノですね。で、このダミアーノは812のジェントルマンタイプ 812C を使っていますが、ダミアーノもやはり音程がいいからこの楽器を使っているというふうに言っていましたね。で、音程が悪い楽器はいくら音が良くたって使えないっていうような考えの人のようです。で、僕も割とそういうタイプで、音っていうのは結局その人の個性なので、その人自身が出すのが音、自分の音色なんですよね。で、自分の音色っていうのをもともと持っていて、なおかつ楽器の音色っていうのがプラスアルファされればいいという考えもありますけど、僕に関してはヤマハのこう自分が出そうと思った音をストレートに出してくれるっていうのが僕にとってはすごくいいので、僕はヤマハの癖がないっていう、その音に関しても音程に関しても癖がないっていう部分は全部プラスだと思っています。で、その実際聞いてみると、ダミアノにしてもガラにしても他にヤマハ吹いている人たくさんいますけど、いろんな人がいろんな音出してますよね。で、実際はヘッケルを使ってたとしても、ヘッケルの音をしてるかっていうと、それぞれみんな一流の奏者はその人奏者個々の音を出しているので、じゃあ楽器の音色がどこまで必要かっていうと、僕はあまり必要ないんじゃないかなと思うんですよね。という面で考えると、そのコスパの面を考えたりしても、日本での使いやすさを考えても、僕はヤマハが一番いいんではないかなと個人的には思っています。もちろんこれはいろんな考えがありますし、それぞれのメーカーがいい楽器を出していますので、あくまで僕の個人の意見です。ただ僕の個人の意見を言わせてもらうと、こうレイチェルさんがヤマハも候補の一つに入っているって書かれていたので、ヤマハも買えるっていう予算があるんだったら、僕はヤマハが一番確実かなと思ってます。他の楽器メーカーでいい楽器に当たることもあるかもしれないし、そっちの好みかもしれないですけど、僕は基本的にはヤマハが一番癖がなくて、その楽器の癖がないということは、それだけその人自身にも癖がつかないようになるので、自分の音楽性を素直に表現してくれるヤマハっていうのは僕は一番おすすめしています。ということで、今回はヤマハについて紹介してみました。ヤマハに関しては昔ね、411だっけかなっていう楽器があったんですよ。60万ぐらいのスチューデントモデルがあったんですよ。僕はまだ高校生ぐらいまでかな。今はもう生産中止になっちゃったんですけど、それがね、幻の名器と言われていて、その値段で買える楽器としては非常に素晴らしい楽器だということで、なんでこれをヤマハ作らないんだっていうのをたくさんの人が言っていますね。で、僕もファゴット部門のトップの方に何回も言ってるんですけど、どうも作る気はなさそうです。復刻はしないようですね。意外とコスパ悪らしいので、でもうあれは僕は復活してほしいなと思いますね。そうするとこうアマチュアの方にも、何か楽器を新品で買いたいんですけどって言ったら、じゃあヤマハをって、ヤマハのシチューデントモデルっていう風に
すぐ言えるので、ただ音大に進んだりだとか、これから長く使ってアマチュアの方でもこれからずっと長く使っていきたいっていう面では、今すでに売っている811もしくは812、このヤマハの2つのモデルっていうのはプロの方でも全然一生使っていける楽器なので、コスパ的にも実際のクオリティとしても非常におすすめします。ということで今回は私も使っているヤマハの YFG811 と812について紹介してみました。このようにエビチャンネル、ファゴットを中心に暮らし音楽さまざまなことについて語っていきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。Twitter やインスタなんかもやってるので、そこら辺の情報ももしよかったらフォローしていただけると嬉しいです。それからノートは基本平日毎日更新しています。よかったら読んでください。そして動画のコメント欄に質問などありましたら、ぜひいろいろ書いてみてください。ファゴットのこと、クラシック音楽のこと、吹奏楽のことなどなど、何でもいいので、もしよかったら質問してみてください。それではまた。